こんばんばは今日もご苦労様でししした話話題の出来事についてお話しします中国ネット業界の巨人がついに世界に向けて動き出しました通販サイトタオバオやティモールを手掛けるアリババグループホールディングが9月19日のニューヨーク証券取引所の上場で手にした資金は約250億ドル世界最大規模の上場です 1999年に創業し企業間取引の通販サイトアリババドットコムからスタートし2003年に個人間取引の倒馬を8年に T モールに進出しました事業は急速な成長を続けており2014年3月期の売上高は8925億円前期比1.5倍営業利益は4236億円前期比2.3倍です 収益の基盤となる月間利用者数は今年6月末時点で2億7900万人に上ります。サイト上での取引量を示す流通総額は2014年4月から6月で8兆5000億円と日本の大手である楽天の同期比で約18倍もあります。ビジネスモデルは単純でサイト上の取引手数料や広告収入が主な収益源です。この巨大組織を率いる創業者で執行主席の ジャックマーシにまつわる有名なエピソードが伝説の6分間です2000年にマーシと初めて顔を合わせたソフトバンクの孫正義社長はわずか6分間のやり取りで2000万ドルの出資を決めたといいます追加出資分と合わせソフトバンクは2014年3月末時点でアリババ株式の36.3%を保有する筆頭株主です 9月19日の上場で約8兆円の含み益が発生しただけに、米国市場の開拓を睨むソフトバンクにとってありババ上場は福音です。以上、東洋経済の記事から今日の話題についてお伝えしました。これからも話題の出来事を視聴したいと思われれば、チャンネル登録なされると便利です。また明日午後7時にお会いいたします。お元気で。